はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。昨日、ゆうべ、東京都内で、雷鳴と、氷が降りまして、びっくらたまげました。いわきにいるときは、氷を経験したことなかったんですよね、私。結構、でっかい氷がですね、で、窓ガラスに当たって、すごい音して、たまげちゃったな。ほんの10分ぐらいで収まりましたけれども、ガタ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 ってすごいね。これ中国でこういうことあると、これはきっと王様がいけないから。あっつって王様の首切っちゃったりね、してたみたいなんですけれども、菅直人の時、東日本大震災起きましたよね。村山富市の時、神戸、阪神淡路大震災起きましたよね。岸田が総理の間になんかまたどっか揺れんじゃねえのかなーって、ちょっと心配になって、来てしまいます。10月25日昨日ですね、最高裁判決が出ました。性同一障害特例法、戸籍性別を変更するには生殖機能をなくす手術が必要は憲法13条に反する。まあ、違憲判断っていうんですか。憲法13条どういうものかっていうと、すべて国民は個人として尊重される生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。公共の福祉に反しない限りの部分はですね、例えばですけど、公共の福祉で道路作るから立ち退いてくんないっていうような場合は公共の福祉なんですよね。つまり幸福追求の保障っていうところにですね、これが反するんだという判断が下されちゃったんですけれども、最高裁が法律を違憲とするのは史上12例目だそうであります。そもそも法律作るときに、これ憲法に違反してないよな、というようなことを、考えながら、作るんで、なかなか違憲の、法律は作らないんですけどね。まあ、共産党あたりは自衛隊法は憲法違反であるとか、なんか日米同盟は憲法違反であるとか、そんなこと言い出してますけれどもね。ホルモン治療などで、性器の外観をそれらしきする要件については結論が出ず、差し戻し審査だそうであります。こういう条件もあったのか。じゃあ、手術プラスホルモン治療などで、外観をそれらしく。女性ホルモン飲んでたりなんかすると、注射してたりなんかすると、男でもおっぱい膨らんでくるそうであります。こういうことを言ってんのかな。世論です。これ女湯とか入り放題になるってこと、大衆浴場がカオスになりそうなんで、少数のために多数が不利益を被らなければならないのか、ポチンブラブラで女湯に大量出現やな。これでぶら下げたまま女子更衣室や女風呂入り放題、次は外観で差別すんなって言い出すぞ。正直男にとってはどうでもいいが、女性にとっては脅威となる判決だな。リベラルは女性の味方ってわけでもなさそうだ。リベラルっていうか、パヨは誰の味方でもないですよ。他人は踏みつけにして、自分だけ上がればいいっていう連中ばっかで、別に女性の味方って、わけではないのは、周知の事実であります。嫁も娘もいるんだから、男は困らないってことはないだろう。最高裁が認めた。ポチンぶら下げてても女性と、いうことを法的に認めてしまった。全然、つまり、たった今私が、実は私は内心は女性でって言い出したら、なんか法的に認められちゃうっていうですね。朝日新聞大喜び。保守派の反発を招きそう。これは反発しろ、怒れ、ざまみろっていう意味ですかね。立憲共産も大喜び。長妻政調会長。それ以外にも理不尽な要件がある。まあ、外観のことですか。同性婚が認められていないことも
大問題。何関係あんのよっていうですね。どさくさで同性婚ぶっこんできましたね。これ手術なしでも法的に女性になれるっつんだったらば、それで結婚できるじゃないの。もしかしたら。同性婚で財産乗っ取りや永住権獲得を目的とした偽装結婚が激増するのにね。立憲の目的は日本の破壊ですからね。自民党山田にえり子議員らは、要件を撤廃すれば男性器を持った法的女性が出現するという信じがたい状況になると反対してました。桜井よし子さんですね。最高裁裁判官の15人が国の根幹を変えていいのかと批判。三浦裁判官、この判決下した中の一人であります。トランスの人が公衆浴場を利用して混乱する状況は極めて稀だし、それを禁ずる別な法律を作ることもできると述べておりました。公衆浴場向けのですね、厚労省の通達はですね、どっち風呂に入るかはあくまで外観で判断してっていう通達すでに下ってまして、まあ三浦裁判官の言う別な法律作んなくてもね、通達とか省令とかは法律と同じように機能しますんでね。外国人生活保護もですね、厚生省社会局長が出した1本の通達を根拠に70年もやってるんですね。心は女だが虚勢は嫌だし、ホルモン飲んで小さくするのも嫌だが、女風呂入りたいって異常なわがままに付き合う必要ないですね。そういう人は公衆浴場なんか来ないで家で風呂入ってよ。だいたい心は女だが玉はぶら下げて痛いって矛盾してない、おかしくない言ってることで、思うんです。講談社フラッシュ。年金支払い期間40年から45年への延長で支払い総額は100万円増。昨日はですね、65歳定年なんだから65歳まで払うのが自然ではって考えていましたが、なるほど、総額に着目して言われてみればそりゃそうだな、100万円負担が増えんな。これでまた実質負担税負担率上がっちゃいますね。実質税負担率上がっちゃいますね。まあ年金っていうのも実質税だからね。世論です。まあ官製ネズミ講ですから、末端が損するのは定石、定石だよね、定石じゃないよね。内閣支持率 26.3%、 過去最低。増税メガネは国民に憎悪される存在になりつつあんな。増税はまだまだスタートラインだよ。裏で画策してるのは誰なんだ。官製ネズミ子ってその通りなんだよね。名目はですね、長生きに備える保険で、支給前に亡くなってもですね、払い戻しもないですけどね。民間保険会社が似たような商品あります？これ、長生きに備える保険。私聞いたことないな、年金っぽいね。年金型保証とかいうのはあるけど、そのものズバリ年金保険っていう商品、聞いたことないな。まともな理屈の商品なんですね。自動車保険であるとか生命保険であるとか通院保険などのように民間にあるのが自然ではないってことは、なんか無理がある理屈の保険なんじゃないか。長年何も私疑問持ってこなかったけど、ここに来てですね、なんで民間の年金がないのかって大きな疑問を持ってます。民間が年金保険やらない理由、詳しい人教えてください。年金負担総額100万円増だけじゃ終わらない。国保税の負担も来年から一部上がります。まあ高所得者ですけどね、現在87万円が上限の国保税を来年から89万円に引き上げるって、介護保険料と合わせて104万円から106万円に上限がアップいたしました。一回だけ4万円減税しますっつって、今後毎年2万円上げますっておかしいんじゃねえのかなって、上限額なんで、まあ、高所得者対象なんですけど、年間106万円ってことは月に9万円弱になりますね。国保税、
9万円弱。これでまた実質税率上がっちゃいますね。所得税の増税だけしなければいいってもんじゃないですよね。増税メガネってあだ名気にしてですね、それはできないみたいですけど、年金と国保税増えたら実質税負担率増えるのは増税と一緒ですよ。一緒。岸田じゃあ選挙負けるわ。自民党内で岸田降ろし開始。先陣は世耕参院幹事長。異例、岸田首相に世耕参院幹事長が代表質問でダメ出し連発。野党が拍手。まあ記事長いんですけど、まあ要約するとですね、支持率低下はリーダーとしての姿を示せていないから、リーダーって決断し、それを伝え、責任取るのがリーダーでしょ。だが総理の言葉は弱い。税収増を国民に還元するって、還元ってなんだよ。給付か減税か、その両方か、おかげで丸投げされた党内は混乱したわ。自分で決断して指示くれよ。物価高対策に何をしようとしているかも全く伝わってこなかったし、なるほどなぁ。曖昧な言葉で自民党内も混乱させてんのね。ただ自民党内の混乱をですね、外に向かって国会で喋っちゃうっていうのも、どうかとも思いますけれども、よっぽど我慢できなかったんですかね。岸田らしいよね。もごもご言って混乱させるっつ。世論です。世耕の乱。岸田降ろし始まった。総裁選出る気まんまんやな。衆院にくら替えしないと世耕さんは総裁選に出れないな。一応衆院議員って決まってるみたい。そりゃガチの安倍派だから。石破と村上以外の自民党から総理批判が出たら退陣近し。この二人は経済に関する考え方が根本的に違うんだよな。岸田降ろしの開始だな。やりすぎたら自民党分裂かな。世耕、決断せずにもうもう言いやがって、リーダーの器じゃない。知ってました。知ってました。これでますます選挙できなくなったんじゃないかな。もっと猛烈にですね、岸田降ろしが続くようだったら、激化するようだったら、野田佳彦みたいにですね、俺が降ろされるぐらいならいっそ解散、やけくそ解散ってのはありますけどね。このまま支持率が低空飛行を続けても増税メガネはやめないよね。そんな決断できるわけないよね。多分来年9月の総裁選にですね、出ないで優待って形を取るんじゃなかろうか。そんな気がしてまいりました。今日の単身です。岸田政権、低所得世帯に10万円給付を検討開始。低所得世帯がいくらまでっていうのは記事にはないんですけれども、まあ、200万円までが非課税世帯、低所得世帯って300万円ぐらいまでかな。非課税世帯には春に3万円給付し、年末までに7万円、追加給付するそうなんで、まあ非課税でない低所得世帯に10万円給付で同じ額ばらまきってしたいのかな。非課税世帯は春に3万もらったことなんかすっかり忘れて、ずるいって、しか思わないよ、きっと。それとギリギリ10万円もらえない世帯、うちは世帯年収310万円でもらえないとかね。そういう世帯の不公平感だって考えないのかな。なんかもう岸田の脳内混乱してグダグダなんでは。17兆円余ってんだって。だったらね、一律一人10万円支給でいいでしょうが。なんか減税って、ことにしたくて4万円とか言ってるけど、それだと12兆円かかるわけだしね。配れるよ。一人10万円。やっぱね、リーダーの器なしだな。だいたいリーダーって、あんまし人の話聞いてちゃダメなんすよ。先導を多くしてって言うでしょう。増税メガネ、桜井よしこさんとの対談。任期中に会見したい。やらなければならない。どうせ口だけと誰も信じず。増税メガネ、消費税引き上げは考えていない。改めて明言。いつも曖昧なことはまごまご言って、はっきり指示出せよって世耕さんにも怒られてんのに、こういうことだけは即答、明言、断言すんのね。日本政府やっと、ガザの病院攻撃はイスラエルじゃない。公式に訂正。おっそ。
微妙に医療崩壊が起きているそうであります。咳止め薬がない。伊藤博士白道って読むのかな。伊藤院長、咳、また咳という感じ。空前の咳止め薬不足。長いマスク生活でですね、免疫落ちたんでしょうかね。そんでマスク外した途端に風邪とかひいちゃう。インフルになっちゃう。ってことなんですかね。一般財団法人、日本、熊森協会でいいのかな。熊が人を襲うのは、人が驚かせてパニックになっているからです。熊の方のこそ被害者。あ、売り物にならない作物などは食べさせてあげたらいい。に対する一般の反応。お前がまず食われろ。それお前らがやれよ。子供を襲わない保証がどこにある。ちょっとこの人ら怖い。など、散々。ここって熊の食料として山にどんぐり巻いてた奴ら、ああですね。あげればいいって熊の溜まり場になっちゃったらどうすんだよ。餌場みたいになっちゃってさ、いくらいい人ぶりたいからってね、私はバカですって絶叫しなくていいのにね。バカ取締法が欲しいですね。バカ取締法。このバカも、パイを同様にですね、俺が言う綺麗事をお前らが実現しろって言ってますけれども、ということはやっぱパヨはバカだし、バカはバカってことなのかな。島根県飯南町の鹿使用施設、男性職員が鹿に襲われ死亡。襲った鹿の角が血だらけだった。こういうのも鹿がかわいそうってバカ湧いてくんでしょうかね。ヤフーが無駄に長いヤフコメをAI で要約する機能の試験開始。無駄に分かりにくい長文書く人って短くまとめるセンスがないのか、こんな長い文章を読んでくれんのかな人はって想像力がないのか、そもそも人に理解をしてもらおうとは思ってないのか、自分が書きたいから書いてんであって別に人はどうでもいいって考えなのか。山口県岩国市のスーパー屋外販売所、野菜とか売ってたりしますね、屋外でね、テント張って。89歳男性の車が突っ込み、女性が軽傷、妻が難病で運転せざるを得なかった。もう運転はやめます。明日からどうやって生活しようか。やっちゃったもんは仕方ないですけど、怪我させた女性のことを全然心配してなくて腹立つわ。誠に申し訳ないと思う。一言もないのね。飯塚構造これで叩かれたんだからね。態度悪くて。妻の病気のせいにしてて腹立つわね。自分の都合しか考えてなくて腹立ちますね。明日から生活どうする。そんな自分の都合だって、怪我した女性の生活はどうするんだって話にね。こういう高齢者にはなりたくないもんですね。本当にね。というわけで、実質税負担率着々と増えております。年金増える、保険料増える、あとは森林税でしたっけ、森林環境税なんつうのも取り出すってことで、もうたまんないっすよね。実質税率 47%、それは去年の数字ですから今年は49とか50とかになってんじゃないですかね。もう絶滅しちゃう。岸田が総理のうちはなんか大地震の恐れありますよ。勘ですけど、私の勘ですけど、なんか最低最悪っていうか、まあ勘な音の方がひでえかな、なんて思ったりなんかしてね。11月外国人実習制度のデモを池袋でやりたいと思っております。ちょっと外国人のデモは渋谷じゃねえよなっていう風に考えを改めまして、白人の観光客いっぱいいるんで、渋谷ね。で、まあ、ちょっと違うな。やっぱ川口も近い池袋かなということで、よかったら皆様、ご参集ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。